一般的にストロークレシプロガソリンエンジンの模式図ピストン運動はシリンダー内部をピストンが往復運動すること、多くは回転運動に変換して利用する。ハンドポンプこのシリンダーピストン構造は一定の金属加工技術があれば簡単に製作できることから産業革命の時代には蒸気機関が盛んに動力として利用された。 水蒸気ではあまり高い圧力が得られなかったが、水が沸騰できる低い温度でも一定の圧力が得やすいほか、大型化することで低圧でも十分実用的な装置を作ることができ、産業、交通面で大いに利用された。初期のものでは直径が1から5メートルもあるような大型の弾み車を必要としたが、後にこれは金属加工技術の向上などによって、 小型化されていった。初期のものはイギリスのロンドンにある科学博物館で蒸気エンジン実動模型を見ることができる。小型のものではアルコールランプを使った模型が同ロンドン市内のハムレーズでも購入可能である。これら蒸気エンジンは機密性を保持するために油を浸した布などが利用されており、このパッキン構造で高圧蒸気の圧力をピストンに伝えていた。 この構造は燃焼などの熱に耐えられないため、これを応用、発展させて、内燃機関にすることは到底不可能である。後に、金属の切削加工技術が発達、鉄などの耐熱性のある金属のみで構成された、密閉シリンダー構造が可能となると、ガソリンエンジンが作れるようになった。現在では、金属加工技術はさらに向上、ディーゼルエンジン等の高温、 高圧で駆動するエンジンも一般に広く利用されている。これらは高圧のガスで駆動させる構造であるため、ボンベ等に蓄えられた高圧ガスで駆動するものも作ることができる。1980年代以降にはアクリル樹脂でできた圧縮空気によって駆動する空気エンジンを搭載した玩具も数多く登場している。熱膨張したガス圧を利用する内燃機関 外燃機関に多く使われる動力変換様式で一定の機密があるシリンダー内を加圧、もしくはガスを膨張させ、そのシリンダーの一端にあるピストンを押す力とする。このシリンダーが押された力をクランクやカム等といったものを利用して軸の回転運動に変換。これで機械装置を駆動させる動力などに利用する。熱機関による 熱から運動を生み出すために広く用いられる様式であるがシリンダーの長さに限りがあるためピストンを外部から動力を入力して元に戻す必要があるこの際内部のガスは排出されピストンは加圧前の状態に収まるこの加圧または膨張圧力をピストンの運動エネルギーに変換減圧しながら外部からの入力によって ピストンを所定位置に戻すというプロセスを繰り返すことによって連続的に運動エネルギーを発生させる。なお外部からの運動エネルギー入力には完成の力を利用した弾み車や他のシリンダーからの動力などが利用されるが小型のものではバネなどに蓄えられた歪みを利用する場合もある。ありがとうございます。